クトゥルフ神話 TRPG 解体、これにて終了となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー、お疲れお疲れ。悔しい。惜しかったなぁ。悔しい。私は成功してたら生きてたかもしれないのに。いや、まあ、わかると思うんですけど、このシナリオタブーで変身すると生存率が著しく低下します。うん、ちなみに、アコレイグを落とした後もタブーの変身を解除できるかどうかでまたわちゃわちゃしますからね。うん、あー、とりあえずお疲れ様でした。シナリオはこれにて終了です。お疲れ様でした。いやー、でも、いいセッションだったな。タブーにならなきゃ3人は救えてなかったね。そうね、そうね、3人は生き残ったからね。自分は帰ってこれなかったけど、代わりに3人は生き残らせることができたから。深瀬的にもこうなることは見えてたのかなっていう感じはしますね。うん、スメラギも多分タブードライバーを託した時からなんとなく思ってたのかなとは思います。いや、いいセッションだった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。止まらん。いや、でもこのシナリオロスト率高いけど、なんかロストした方もそれなりの満足感があるから、なんかこう、なんか不本意に死ぬ感じじゃない感じというか、なんていうか、なんかあそこで死ぬこと覚悟して変身するから、死ねてよかったなって思った。なんかあれはあれで綺麗だよね。なんかもうそのタブーとして、まあ、自分を完全に捨て切る覚悟で、うん、3チェック成功しすぎ。失敗してないもんね。失敗しなくてメンタル強すぎ。なんかこう最後までその深瀬の意志で戦えたのかな、うん、そうだね。一方鉄尾深瀬だったよ。うん、最後の最後まで掴んだのに。惜しかったな。でもめちゃくちゃ惜しかった。一点足りない。合計15点で落ちるんですよ。うん、タブーが5点、ライフルで9点で合計14点で1点足りなかった。あれ成功してたらどうなってました？あれ成功してたらもう1ラウンドの余裕ができた。あ、もう1周回ってきた。でも分かんないからね、その次で産地チェック失敗して最大値引いて、そうそうそう、金の弾丸使っちゃうと、タブーの変身解除できる確率が下がっちゃうから、弾丸が少なくなる分。そうだね。そう、だからそれも一応気にはしてた。うん、なるべく使いたくないんだよね。うん、ちょっと鼻かみますね。大丈夫大丈夫。これはまだ前哨戦だ。本番は開口だ。はあ、いやいや、でもよかった。今回もよかったね。うん、最後にあの劇やるのは反則かなと。いや、不覚にもちょっとね。うん、いや、この三上さんが泣いてんのがね。うん、これいい写真だよな。いい写真すぎる。だから、あのファンの人がってことは、手渡しできたってことは見に来てたんですよ、劇を。うん、うん、ただちょっとあの記憶の関係とか組織の関係で直接は会えないんで、こういう形になりましたが。
や、ちゃんとピオさんはエンディングで劇をやってくれるはずだと信じて、何したいですかって投げました。うん、やってくれよって思いながら投げました。やらないわけがない。大正解の、これだっていう回答、うん、完璧だったな。いや、絶対リュウジさんも、そんな戦いに行けって望んでないって思って。忘れたくなかった。でも多分心のどこかでは覚えてたはずなんで。うん、めちゃめちゃ大成功したと思います、舞台は。すげえ熱入ったよな。うん、めちゃくちゃ熱入ってるんだろうな。そう、まるで出会ってきたかのような演技をするんだろうな。うん、いや、キャラシー自体にもその次の舞台の役で悩んでるっていうのを書いてて、うん、次の舞台の役がいまいちつかめておらず焦っている。そう、これもともとこの役やる予定だったってことですか。いや、そうね、その化け物だけの人の心はあるってすごい難しそうだからね。その役がいまいちこうしっくりこなくて焦ってて、今日これでってことか。いやー、まさかこうなるとは思ってなかったけど、マジで。いやー、その考案とかとしてのなんかこうつかめなさとかそういうところかなって、ちょっとその PL、相手の PL の役をやる感じにしようと思ってたんですよ。うん。うん、そしたらタブーになっちゃうから。まあ実際産地が多い方がタブーになるのは正解ではある。そうね。いや、奪い去りたかったけど、あ、いや、産地そうだよなと思って。デックスでも勝てないしね。そうなんだよね。いやー、なんか、スメラギさん、なんかエンディングあたりのこう、なんかこう、なんだろう。他人に見せるように作ってたキャラが崩壊してる感じがね、良かった。わかる？この、言いたいことわかる？なんか、割と演じてた感があったから、最初は。そう、てか、多分、正直、うん。他人に見せる用の自分みたいな。そう、ひょうひょうとしてる感じだったのも別になんか、うん、本当にビビってないわけじゃなくて、うん、うん、そう見せてた感じがあったから、そう、一番こうね、ひとみさんとかがすごいこう怖がってたから、うん、逆にちょっと面白おかしくみたいなとことかもあったのがもうパニックになったり助け呼んだあたりから素が出てた。うん、もう、あそこは、軍服 30% ありがとう。ライフル外してたけど。まあ言うてタブー倒すの、タブーじゃねえ、蛇の血倒したらまずいしね。うん。さて、シナリオ上で気になることとかありますか？裏話というか、設定とか。呪い、うん、これは呪いが解けて無事に生まれたってことですもんね。タブーとイグはオホーツク海、真冬のオホーツク海に墜落しました。うんうんうん、そのことにより両者ヘビなので、うん、両方冬眠しました。うん、でヘビの父が眠ったので三上ひろみにかかってた呪いも解けました。うん、いい感じですね。まあ少なくとも、まあ、なんだろう、死んではいないので、日々の父は。うん。いつかは目覚めるかもしれませんが、少なくとも、まあ人間が一生を終えるぐらいは大丈夫でしょうってシナリオに書いてあります。ああ、よかった。海が暖かくなったら出てしまうかもしれないからね。うん、地球温暖化とかね。まあ、海のそこまで沈んだから大丈夫っしょ。そこの方は寒いっしょ。そっか。だし、呼吸できんのかって。まあそこら辺は大丈夫じゃない、日々の父だし。日々の父だから。うん、あー、止まらねえ、ちょっともう一回ミュートにします。はい、あー、よかったね。いや、かっこよかったと思いますよ、うん、ヒーローしてたわ。ヒーローしてた、うん、いや
スメラギもめっちゃヒーローだったけど、深瀬はもう、うわー、ヒーローだったよ。だから実質俺が死んだんで。うん。なんかタブーもうちょっと火力高い攻撃すればよかったんじゃなくて。でも最後なんか拳信じた方がよかったんじゃないかなって思う。そうだね。拳命中してワンチャンスペシャルとか出てたら言ってたし、うん、拳だけでも普通に15点だから、まあ、でんこともない。うん、けど、ライフルとかで、なんか補えたんかなっていう感じはしてて、うん、なんかその散々吹かせパンチの下りしてた割には、うん、最後外したんかなっていう。うん、またパンチしないから。じゃあ、パンチしないか。そのことは大丈夫ですかね。もう何を聞けてないのか分かんない。なんだろう、ちょっと情報見よう。まあなんか、まあ後からでもき、まあシナリオ買ってもらうのはまだ後の方がいいな。うん、解体クリアして、開口クリアしてからの方がいいな。ねえ、これでこんなに泣いてんのに。これジャブですよ、ジャブ。開口取れちゃうな。ジャブが致命傷。いや、でも解体は解体ですごいいいシナリオなんで。うん、ただちょっと、あの、開口がちょっと異次元なだけで。あ、普通のシナリオ、単発シナリオとして見てもめっちゃ面白い。うん、総合的に見て、うんうん、なんか最初その終盤までの探索とか、いろいろこう産地チェックで無敵ムーブをかましてたとこもあるんですけど、うんうん、なんかそのコメディ要素が途中途中多かったってっていうのも、うん、なんかラスト真面目真面目すぎてのこのギャップが良かったなって、うん、明るい、めちゃくちゃ響く、だよな、お前ら頑張ったらこんなんなんかいって素が出てるなって感じがね、すごかったよね。あんなにふざけまくってたのにね。うん、E4 めっちゃかっこよかったよな。かっこよかったよ。 E3 はなんかこう無敵主人公感だけど、なんか、うん、E4 地に足ついたなんか泥臭いかっこよさがあったよ、うん、そうそう、めちゃくちゃ好きなんですよ。そういうのもういいよな。なんか命削って時間稼いでると俺表現3回ぐらいしたんですけど、うん、あれぴったりだなって思って、うん、いやよく2で頑張って耐えたよ、あいつ、ね、本当だよ、2強いよね、2で生き残ったのマジで偉い。いや、私途中からもうあのアイコンタクトばっかりだったから、うん、もうそれでももう意思疎通できるようになってるっていう関係になってんのがもう良かったタブー喋れないからね、うん、あっから先はもう全部アイコンタクト身振り手振りなんですよ、うんうん、無言でうなずいたりとか、そう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 、へったくそな笑顔で笑ったりとか、あれめっちゃかっこよかった。変身した瞬間に蛇の父ぶん殴って3マス交代させて無言で後ろを刺すのかっこよすぎる、本当にかっこよすぎかって、もううなずくことしかできなかったよ。三上さん助けられた直後だからね、うん、三上さんあれマジで三上さんのメンタルやばかったと思う、うん、あの自分のせいで立ち止まって、うん、そのせいで変身解除して最終的に助かんなくてって結構やばいと思うな。スメラギさんは帰るし帰るし、うん、あの仲間になってれば一緒なんですよ、うん、ああ仲間になってた場合は、これ写真じゃなくて、直に会いに行くんですよ。あー、なるほど。忘れてないんで。うん。でもなんだろう、写真で渡される方が俺、これもね、そうだね、エモいよね。うん、こっちの方が。あの、覚えてないけど、みたいな。うん、でもあなたは覚えてないだろうけどって。そう、だから。なんかね、俺この画像にこうなんか差分追加してこう写真の上に涙がポタポタって2、3滴落ちてる差分欲しい。そう、いやなんか、あ、なんで泣いてるんだろうってなりたかった。うん、わかる、うん、あれおかしいなって。だからなんかポソッと良かったなって、うん、あ、何がだみたいなのが、うん、そう、なんか泣いてるけどでもなんか
嬉しい、嬉しい泣きだな、みたいな、こうなんか、わかる、うん、この。うん、いいよね。いい。いやいや、こっちの方がいいって。うん、リュウジさんだったらさ、絶対続けろって言ったよね。うん、いや、言ってる。よね。よかった。言ってる。止めて、生きてた。ああ、劇をね。うん。うん。うん、リュウジさん、ちなみに2人生き残ったらリュウジさんどっちにしてた？リュウジさんね。リュウジさん参加してんじゃないかなって。あ、やっぱり？うん。俺もなんか、リュウジは参加して、スメダギにお前は戻れっていうような、こう、言われると思う。現地。もう見える。もう、もうそれが見えてた。うん、お前にはやるべきことがあるだろうみたいなことをね、うんうんうん、言いそうな雰囲気すごかった、うん、で2人で見に行くんだよ劇を。そうね。いや、あの笑顔を見たらもう続けなきゃってなったよね。かっこよかったわ。めっちゃよかったな。いや、かっこよかったな。タブー、うん、タブーな。タブー、タブー好きだわ俺。なんかね、あのね、あの悲しい BGM 流しながらタブーに変身してもらうのね、すごいね、なんかね、うん、好きなのよ。うん、私あのなんかもうここしかない、ね、これしか残されてないんだってい う、うん、そう、他に手はない。私完全な光じゃないからさ、うん、そう、あ、これをこれこれ。ではお好きなように演出をって、うん、いやな、絶対あの、うん、スメラギも取ろうとすると思うんですよ。うん。バッて。そう。二人ともバッて行って先に取ったのがってことよね。そう。でも、そう、話し合いだったら絶対譲らないと思ったから。うん。そうね。大体そうだよ。うん。ただ、ただ PL 感はさすがに意思統一してほしかったから。うん。うん、でも、もう、あそこ会話ほとんどなかったから。あ、うん、うん、うんって。会話させる気もなかったもん。うん。でもなんかそれでも分かってくれんのかなって思った。うん、分かったよ。変身って。あそこの静かな変身が良かったのよ。覚悟を決めた変身だったんよ。よかった。いや、めっちゃ良かったな。めっちゃ良かったよ。めっちゃ良かったなしか言えないけど、めっちゃ良かったな。いや、なんかその力強く変身って叫ぶのも良かったんだけど。うん。うん、なんかその、デイ4に変身するときと、その、重みが違うなと思って。うん、違うね。うん。なんか、最終決断というか。戻ってこれない可能性が結構な割合であるから。それも踏まえた上での変身なのかなって。うん。いや、いい変身しましたね、多分。いい変身だったよ。しかも。ごめん、あのスメラギの意見聞きますって言って置いてきたくないって言ったら助けようって言ってくれたのもよかった。もう全部よかった。あそこから泣いてたのに。即答だからね。おい、置いていって。もうね、あんだけ助かりたい、死にたくない、帰るんだ帰るんだって言ったら三上が置いてってって言うからね。うん、置いていきたくなかったんだもん。ここ。あ、私、録画も録音も止めてない。俺も止めてません。ああ、止めてなかった。止めてません。全部入ってる、入ってる。いいじゃん、いいじゃん。この終わった後の話をするのも、こう、うん、RPG の醍醐味ですよ。いいか、止めなくて。うん、使えるところちょっと使いたくて。うん、ぐずぐずになってるとこ使ってくださいよ。あかんでいいですか、だけ。なんでだよ。泣いてるわ。うん、あかん。あー、ここいい、これいい、これめちゃくちゃよかった。これ。はい、ロックを解除するあのセリフをお願いします。これね、これバグってる最後だ。変身。変身。不穏さしかないやつ。いやだって今までその産地全然減らなかったスメラギが、うん、あそこで一番ゴリゴリに削られてるのが、
そうね、アコだけだよね、5点以上減ったの、今回のシナリオで。ずっと1だったのに。うん。いや、人の時では、まあ、関係ないけど、ファンブルしたけど。うん、なんでタブーで1個成功、全部成功やね。やばすぎる。もういいよ。すごいよな、意志の力やばい。意志の力。うん、強かったよ。強すぎた。最後まで意識を手放さなかったからね。ずっと、ずっと、吹かせていてくれた。それでも救おうって、いう気持ちが。いやー、めっちゃ良かった。大好きだわ。二人とも好きだわ。ありがとうございます。ありがとうございます。スメラギさんめっちゃ三上に優しくしてくれるし。もう。助かる。助かるって思いながら。ありがてえ、ありがてえ。そう、なんか、それもあったのかなって、その、深瀬的には、もしかしたら、その、三上さんも、その、蛇の父というか、そっち側なんじゃないか、みたいな、で、こう、試すというかさ、こう、文字読めるか、みたいな、いろいろ疑ったりしてる立場だったから、こう、いろんなところで、ゆきちゃんよりかはこう大丈夫かっていう機会をあえて減らしてたんですよ、声かけなくって、そうだからその最後こけた時に、まずはゆきちゃんの声を聞きたいと思って、そう先に選ばせました。へえ、決まってたわ、もう、うん、見捨てられるわけがないのよ、そうなんだよね。でもそれで割を食うのは D4 なんだよね。だからでもちゃんは絶対助けるだろうって思ってたから、それを聞いた上で即答ですよね、やっぱり。いいわいいわ、キモいわ、分かり合いすぎよ。こうしてくれんのかなみたいなのを考えながらね、ロールプレイしたり、ちょっとその三上さんに対してのこう深瀬での立場というか、そういうのもちょっと途中途中考えながらやりましたね。そうですね、今回のセッションで使わなかったスチールが1枚あるんですけど、見たいですか？見たいです、見たいです。後悔しませんね。はい、こちらになります。蛇の父を倒した場合、一番近くにいる蛇種族の体を乗っ取るって描写が説明があったと思うんですけど、この船にいる一番近くの蛇種族って三上瞳なんですよ。はあ、三上瞳の精神と体を乗っ取り、イグの父2となってまた出てきて、あなたたちに襲いかかってくるんですけど、この2なぜか知らないけどめちゃくちゃ能力値が低いんですよ。わあ。なぜか体の動きがすごく悪い。で、なんかそれにイラついてるような雰囲気がある。戦いたくないんだろうな。ちょっと、いや。今回は倒さなかったので大丈夫でした。なるほどね。あ、救われてよかったな、ひとみさん。まあこれを見た上でだからこそ救えてよかったなっていう気持ちに。そうね。今回はこれだから。よかった。おいでって言えてよかった。あれすごかったな。机叩いちゃったよ、あの瞬間。よっしゃ。信頼して飛んでくれたんだなって思いましたよ。ヘビの父のダイス良すぎね。ダイスそうやばかった。クリティカル出しすぎよ。なんだこいつ。なんなら一回も失敗してないからね、ヘビの父。失敗してないね。跳躍も全部成功してるからね。いや、よく耐えたよ、D4 もそれで。ようやくも STR 大根も全部成功してるから。いやいや、察しよかったな、蛇の命、蛇の父の行動があります。
うん、何をすると思います？そう、何をすると思いますか？あって。あ飛ぶしかねえよな。その通り。跳躍のダイスです。いきます。いやちゃんと乗るんだよな。成功しやがって。美味しいでしょ、でも成功したの。いや、美味しかった。成功してくれなきゃ、こんな泣くシナリオじゃないって。めっちゃエモかった、めちゃエモだった、エモかったヘリのなんかとこやばかった、うん、当然なんかそのロストするしたくないっていう気持ちもあるんですけど、うんうん、なんかこうロストしたからこそ生まれるドラマもあるのかな、うん、あるよねって思うと、うん、このシナリオそれがあるんですよ。そうだね、なんか普通にそう、ね、そう戦って死んじゃったとか3時0になって死んじゃったあーあーみたいな感じじゃないんですよね。うん、そうなんかロストできてよかったなみたいな、こういう形でロストできてよかったなって思った。わかる。お間違いなく心に刻まれました。うん。いやまだ前哨戦なんで。忘れられねえ。そう前哨戦。解体解雇はね、大好きすぎて、もう司令全員に回してるまであるもん。いやー、これは好きになる。なるね、回ってよかった。好きになるでしょ。これはなるでしょ。いや、私、そうね、ズッキーと回れてよかったな。マジで。やれてよかった。いや、回せてよかったわ。誘ってよかった。なんか、そういうところもなんかその、ね、言葉通じないけど意思疎通し合うみたいな、そのタブーのやり取りとか必要になるのかなっていう、うん、なんかね、ね。エモエモい、エモちょっとエモさに溺れてしまうわ、うん、マジで窒息しちゃうわ。溺れてる、タブー溺れてるし、エモエモらはオホーツク海に溺れちゃうわ。いやー、よか、今回よかったな。よかったなしか出てこない。いやー、もうその言葉に来ますよ。三上さんって結構なんか、まあ、敵側っちゃ敵側なんですよ。ただまあ、あの、あっちでも虐げられてるけど、なんだろう、出身というか、種族的には向こう側なんですよ。だからこう、なんか割と距離を置かれたりとか、全然あるんですよね。それこそ怪しまれたりとか。なるほど。まあ、あの、録画聞き直してもらったら分かると思うんですけど、うん、三上さんと赤色見えないっていうのが一番最初から鉄頭鉄尾でやってまして、うん、一番最初の部屋で死体見た時に寝てるのって聞いたりとか、あれ血が見えないと思うんですけど、そっか。あとあの、扉閉まってるののランプも見えないんで、開けてみたらみたいなこと言ったりとか。あーすげえ。ここら辺は結構やってました。いやー、これ読めるって聞いちゃった。そう。文字読めないんだよねっての、うん。文字は読めない。いや、だいぶ苦しいなってなっちゃった。無理ある。文字読めなくてっていうのも、あれは本当に漢字とかは難しい字はマジで勉強習ってないんで読めないっていうのはあるんですけど。うん、そうなんだろうな。赤色が見えないからあの文字も見えない。うん。他にもなんか何箇所かそういうところがあったはずだけど、どこだったかな。忘れちゃった。なんか聞き返したら結構そういうシーンがあると思います。うん、そう、どっかでちょっとひとみさんにも心理学振ろうかなと思ってたんですけど、うん、いやこの子はいい子だって。心のどこかで捨てきれなかったね、深瀬は。あとあれだ、あのあれあれ、あの早乙女の研究室あったじゃないですか。うんうんうん。ここで足跡後回しにして気になるとこないみたいなこと聞いたじゃないですか、三上に。うん。特にないけどって言ってたの、あれ、血の足跡なんで赤だから見えないんですよ。ああ、そうだよな。なんか、よっこいしょって何してんだろうって思って。そう。それもですね、血の足跡赤色で見えないから、うん、マジで何してんのか分かんなかった。うん。すげえすげえすげえ。その表現なんかあんだろうなって思ってたんですけど。そう。いや血の足跡が見えないんですよ。うん、結構あからさますぎたなっていう。うん。なんかずっと変な顔してますね、みたいな。うん、何してんのって。ここら辺とかありましたね。やばいわ、もう。あとは消火器も見えないですね、あれ赤色なんで。わあ。消火器で殴りかかってたりしたら、ヘビに対する命中率が上がってましたね、実は。いや、持っていけばよかったか。そっか、避けれないんだ。そう、赤色で見えないんですよ。だからめっちゃ避けづらい。
急になんかぶつかったってなるんだ。そう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 、何もないのに攻撃を食らったみたいな。いやでも消火器持ったままはしごは登れねえか。あそこで殴りかかるの無理だろうな。ああ、まあそうだな。ざっくりとしたシナリオ背景とか聞きたいですか？聞きたいです。ちょっと聞いときたいですね、これは。はい、じゃあまずファングという組織がありまして、うん、この組織っていうのは小沢博士が設立した組織でして、うん、まあ、簡単に言えば地球外生命体によって地球人が殺されまくるのを何とかしようって感じで立ち上げた組織です。うん、で、まあ、対異星人戦闘用みたいなこと言ってたやつですね。うん、で、まず D2、D1、D2 とか作ってたんですけど、まあ、ちょっとさすがに本当に外部装甲の鎧だけなんで、パワーアシスト付き鎧みたいな感じで、なかなか歯向かうの難しかった。うん、って時に、小沢博士がとある遺跡でアーティファクトライドシステムってものを発見します。で、これがあれば、もっと異星人とバリバリ戦えるじゃんって感じで、ただライドシステムって単体だと使えなくって、うん、まあ、ラジカセみたいなもんなんですよ、あれ。刺すためのカセット、うんうん、CD がないと、まあ楽器かな、オーディオとか CD とか、そんな CD プレイヤーとか、そんな感じで、ライトシステムっていうのは。そもそも楽曲が入った CD、あれですね、ドライバーがないと何もできなかったから、うん、じゃあドライバー作ろうって感じで作り始めたんですけど、うん、その時に異星人とかに見つからないように潜水艦を拠点として活動してました。うんうんうん、あれ潜水艦なんですよね、船。うん、ああ。まあ、あの、普通の船ってメインブリッジが一番下にはないんですよ。うんうんうん、外が見える位置にメインブリッジ作るんですけど、そっか、そっか。あれ、建物、船自体に窓が一つもなかったりとか、あこら辺も潜水艦だからなんですね。で、まあ、その潜水艦で開発を始めていくんですけど、そのうち一緒に開発してた一人と、なんだろう、意思の音楽性の違いが発生してしまいまして、まあ、あの、とにかく戦闘能力を追い求めて、うん、あの、まあ、それはもちろん変身してるやつも生き残れば一番いいけど、それで負けて人類滅んだら意味ねえじゃんっていう早乙女派と、うん、いや、変身してるやつも人間なんだから守らなきゃダメだろうっていう小沢派に分かれてしまって、まあでもそれぞれはそれぞれで開発して両方作ろうっていう感じになって作ってたんですけど、うん、ライドシステムってめちゃくちゃ強力なんで、うん、まあ変身、今のところ変身できる能力しか小沢博士たちは持ってなかったんですけど、それこそ時間転移したりとか、星を移動させたりとかいうやべえこともできるんで、ドライバーさえあれば。うん。それが欲しかったのが蛇の勢力、蛇人間の勢力です。うん。蛇人間の勢力欲しかったんですけど、ちょっと海底にいる潜水艦に行く手段がマジでなくて、蛇には。うん。どうしようかなって考えた結果、呪われた子を生贄としてこうその辺に放置して捕まえさせれば搬入するときに港に来るだろうってことで、アンノーンこと三上瞳をボコボコにして奴らの拠点に見つかりそうなところに放置して、で回収されたときに紛れ込みました。で中に入ってライドシステム回収して帰ろうかなと思ったんですけど、どうもあいつらドライバー作成してるらしいってことを知りまして、うんうん、どうせならドライバーもセットで回収していった方がお得だよなって思いまして、その開発が完成するまでの間に船内に乗ってた人間を殺して成り代わってみたりとか、うん、三上瞳をちょっとあの蛇の父の生贄用にいろいろやったりとかして時間潰してたんですけど、うん、なんかそろそろさすがに待つのも疲れたな、飽きたなってなったから、一斉放棄してあの蛇の父召喚して、もうぶっ壊し、全部ぶっ壊して回収しちゃおうって思ったんですけど、うん、どんだけ探してもライドシステムもドライバーも一個も見つかんない。うん、でライドシステムは小沢博士が回収して奥にあったし、タブードライバーは早乙女が自分の血で真っ赤にして隠してたんで、うん、どれだけ探しても見つかんなくって、どうして見つかんないんだろうって考えた結果、もしかしたらヘビには見つからないところに隠してあるんじゃないかって思い至りまして、うん、じゃあどうやって探そうかってなったら、ちょうどいいところに被験体として人間が3人搬入されてたんですよ。うん、で、そいつら起こそうとしたんですけど、いや、どうやって起こせばいいかわかんなくって、まあわかんないから、とりあえずなんか装置で眠ってるっぽいし、主電源落とせば起きるだろうってことで主電源落としました。うん、部屋真っ暗だったのはその辺ですね。あ、メインブリッジで素体管理室の電気が切れてたのもそれです。あそこが素体管理室か、そう、あそこなんだろうな、ね。部屋の名前が分かってないのはあこだけだからね。うん、で、それでやったんですけど、
その時にまあ人間3人起きてもいいんだけど、ライドシステムを探してもらわなきゃ困るわけで、うん、なんかライドシステムを探すように誘導する役が必要だなってことで、拘束してた三上瞳を外して、うん、あのポットに代わりにぶち込んでおきました。一、うん、人は無理やり起こしたの、デルタ3は無理やり起こしたんですよ確か、うん、だけで、なるほど、死んじゃってこれダメだなってことで代わりに三上突っ込んで、あとうまくやっとけよ。なんで死んじゃったんですか、あのデルタ。なんでだったかな。なんか忘れちゃった。あら。普通に失敗したのか、まあ三上瞳入れるために殺して入れ替えたのかもしれない。だからその程度の理由ですね。はいはい。なんか、うん、であれか頭撃たれてたから。そう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 。なんかあれはなんだったかな。なんか偽装して自殺、なんか足りない分は自殺とかにしときゃいいだろうって感じで置いといたら、うん、なんか思ったよりも。探索者たちが注目してたみたいだから、うん、なんかノイズになっても嫌だし消しとくかって食ってました。もぐもぐだし、あれか白衣着てたのは、そうそうそう、ヘビが着てたんだ、うん、そうそう、あのあいつが着てた病院着を三上に着せたんで剥ぎ取って、うんうん、そうか、代わりに何も着てないのもあれだなってことで死体が着てた白衣を一個着せました。あ、道理で履いてないわけだ。今起きてって感じですね、うん、であなたたちはそんな感じなんですけど、小沢博士がいまして、うん、あの人かなりとんでもない人でして、うん、D3 よりも D2 の方が圧倒的に出力低いんですけど、あのあなたたちがこの船の探索を終えるまで永遠と一人でイグの時間稼ぎをし続けてました。かっこよすぎる。かっこいい。いや微笑まれるわこんな、ニコニコですわ。そう、作ってよかったなマジで。うん、あの人だから探索中にイグがあなたたちにエンカイグ、蛇の父があなたたちのエンカウントしたり襲ってきたりしなかったのは、うん、ずっとメインブリッジであの人が一人で戦って時間を稼ぎ続けてたからですね。強すぎる。めちゃくちゃ強いんですよあの人。やばい、もう死体なんてないよとか言ってデスク調べてたりとかする間ずっと、そうそう、なんか部屋入ったり出たりしてる間ずっと一人でイグ相手に戦い続けてました。ひたすらやんやり取りしてた。そう、ごめんなさい。あなたたちが来るのを信じて時間稼ぎしてたって感じですね本当に。信じてくれてた。それしか手がなかったと思いますが、うん、あのまま上陸したらマジで北海道が滅ぶんで、うんうんうん、北海道が滅びます。ちなみに上陸したら、うわ、北海道ごめん、蛇人間の住処になります。人間は全員死にます。あー、でも冬はきついぞ北海道。うん、食い止めたぜ。でも食い止めました、うん、小沢博士も生き残った。ん、うん、救えてよかったね小沢博士。うん、いや最初から一発目で行こうかなって思ったんだよね、うん、D2 駆け寄る、うん、いやちょっと脱出優先しちゃったな。いいと思いますよ。でもねあれね、何がすごいって、うん、爪だけが1回目で基金にたどり着けたのがマジで偉くて、すごかった。あの2ラウンドして3ラウンドだから、うん、あので調べる箇所が5箇所だから、うん、たどり着くのに2ラウンドかかったら、うん、あれ全部調べないかもう2ラウンド戦闘するかなんですよ、うん、マジで偉かった。こうやばかった。あそこ6出してなかったら、そっか、2だもんね。2で耐えてたんだもんね。うん、2で耐えてたから、次で終わってた。だよね、そう、だから。あの、うん、1箇所調べられないって事態になってたと思う、多分。うん、うん、それだったらね、うん。そう。で、どこ調べないかって話になってたね。うん。D2 調べなかったら連れていけないし、うん、モニター見なかったら船爆破しなかっただろうから。うん。いやでもモニター見る前から爆発どこで、うん、どこでって言ってた。そうで、そのままどこでどこでって言って抱えて上まで行っちゃうともうやばい。そうなんだよな。 あそこって出た瞬間に押さない方がいいんです。うん、まあなんだろう、まあヘリに登ってから押してもいいんだけど、うん、押したらあの船が傾くから、うん、まああとどうだろうね、あのプラスチック爆弾ってどれぐらい電波届くのか分かんないけど、うん、ヘリの上からウィーンブリッジに仕掛けたところまで電波届くかって言って割と危ないと思うから、確かに多分幸運かなんか降らせてたね、うんうんうん、船が沈むかどうか、まあ時間もないしね、うん、上陸までの、あ、ここで爆破するのがベスト。ああよかった、ベストだね、ベストできてたんだ。いやパニクりすぎてた。
かに食ってたな。本当に何も言葉出てこなくて、あ、実際に私がこういう状況になった時も同じなんだろうなって思った。そうね。あ、あとはあの10秒長押しで話した時、うん、あいつだってファング側のやつらだから、うん、なんかヘビ人間がとか言っとけば結構出てくれた。ああ、なるほど。異星人と戦ってる組織の連中だから、うんうんうん、あの異星人が攻めてきてることを言えればほぼほぼ来てくれてた。わあ、信じてもらえないと思った。うん逆に頭おかしいやつだと思われると思って。うん。うん、いやでも信用持ってきてたの偉かった。偉かったよね。すごかった。交渉系技能ちゃんと持ってきてるの。あ、これなかったらマジでロールプレイを頑張るしか道がなくて。うん、あ、これ判定失敗してたら、じゃあ次のラウンドでもう一回交渉判定っていうことになるんですよ。なるほど。なんか、噛み合いすぎでしょ、いろいろ。また噛み合っちまったな。噛み合っちゃった。めっちゃよかったな。めっちゃよかった。よかったな、しか感想が出てこねえよ。うん、なんだよライフル80って1個も使ってない。何やねんこいつ。あれマシンガン撃ってなかった？あ、でもガトリングは、ガトリングはあれライフルだったと思う。あら、判定。あ、よかった。じゃあ持っててよかった。あ、拳銃私が持ってるべきだった。ライフルいらんよ。いや、図書館持ってきてよかったね。持ってきてよかったです。よかったです。図書館なかったらちょっとマジでいろいろ情報落ちなくて。そうですよね。特にやばいのが、あのヘビの父倒した時に乗っとるよっていう情報が、うんうん、出なかった時がやばい。確かに。じゃあ倒すかってなるから。うん、いや、倒してたかも、倒す方向に行ってたかもしんないし。いやー、どうだろうな。だってボスだからね、倒して解決ってのが一番わかりやすい。そうそう、三上の呪いも解けるぜってなって。うん、倒すって、でもね、全然、倒そうと思えば倒せんこともないんですよ。うん、タブーまで行くかもしんないけど。うん、いや、強すぎたな。神話生物とかって思うと、こう、立ち向かうのに、もうって思っちゃったから、うん、私は、うん。あの、その辺ね、あの、小沢博士のメモにあるんですよね。うんうん、あの、D3 の走行でも軽減しきれない相手であれば、戦うよりまず逃げるべきだ。うん。うん、ら辺をちゃんと受け取れてるかどうかみたいなところはあるんですよね。言われたわ。いやー、でも D4 を選ぶかちょっと怖かったんですよね。うん。あの、なんか間があるからもしかしてタブー刺すのかってちょっと思った。そう、なんかすごい間があったからさ、情報があったのが、そう、 D3 までだったから。あー、なるほどね、性能不明だからね。うん、そう、なんかその体の負担もすごいから1日1回までの使用だよっていうのがあったから、うんうん、これ D4 を使って崩壊したらどうしようっていう怖さもあって、それだったらまだタブーの方が、その、うん、純白の五段眼とかあるから、うん、マッシーだったのかな、抑えてくれるでしょうっていうので一瞬ためられました。うん、いや、大丈夫です、 D シリーズですから。D シリーズですから。最後に。小沢博士はいいやつって信じる。小沢博士を信じて D4 を刺しました。正しいと思います。いやー、怖かったな、そこも。いや、怖かったねー。ね ?D4 スペック不明だからね。そう、めちゃくちゃ。いや、しかも黒と金って、黒くしないで。ね、めっちゃかっこよくない？俺 D3 大好きよ。そう、かっこよかったけど、怪しんじゃうから。あの黒をあしらうとね、うん、チャットパレットの都合上ちゃんと全員分作ってあります。本当だー、わあ。いやー、かっけー。タブーバージョンのユキちゃん使ったらどうなってたんだ。産地ゴリゴリに減ってたんじゃん。そうかも。うわー、かっけー、D4。いや
D4 かっけーよなー。いやでもタブーかっけー、もうめちゃくちゃかっこよく見える。タブーね、わかる。かっけー、胸の目からレーザー出すからね、タブーするね。かっけーよな、タブー、わかる、タブー好き。いやでも全部好き。いや共通して同じアーティファクトをね、あの腰に巻いてるのがまた、うん、そうなんだよね。そうソケットによって効果が変わるだけで本体は一緒なんだよね。うん、ドライバー刺した音はタブーが一番好き。うん、あのバグってる感じ。インジェクト、インジェクト、これ。あとさ、うん、その完全に。うん。そのタブーの体力の決め方で察してた。うん。ああ、その40プラス探索者の体力。そう、40に加えて探索者の体力が加わりますって言われた瞬間に、うん、そう、あ、死ぬんだな。あ、死ぬんだなって。そうですね。ゼロになったら死にます。一瞬で察しましたね。うん。あ、生身なんだって。そう、生身ですね。こう他 D3 D4 はこれ装甲だけど、タブーは装甲じゃないから。うん、これ生身が肉体が変形してるんで、いやー本当にあの産地とかもタブーになったらどんぐらい減るんだろうって思って、そう、あ、失敗した時ってどんぐらい減ってたんですか、あれ。 1D4 プラ1、はあ、で確か 60何歩だか61だったかな、そんなしっくりないか、60何歩になったらもう戻らなかったから、いやもうあの最後の、普通にね、1,2 回失敗したら足りなかったまである。そうなんだよ、うん、いや産地6しか減ってないよ、やばすごい、本当にタブーになってから6しか減ってない、やば。でもキャラによっては6減っただけで不定入るんで、あ、そっか、あ、そっかそっか、強かった、5分の1だから産地偉かった、6で5分の1だから、まあ、産地は30のキャラだったら6減ったら不定でしたね、うん、あ、これって生還報酬ってあるんです？惜しいですか？そのキャラまた使います？わかんない。ヘロヘロになってる。じゃあ生還報酬じゃあ配りますか。ありがとうございます。ちょっと待ってね。閉じたキャラシをまた開く。キャラシじゃない、シナリオ、シナリオ。生還報酬は、まず生還したので 1D10 点ボーナス入ります。4点。次に三上瞳が生きているので 1D6 点入ります。ほう、5点、強い。最後に小沢瞳子が生きているのでさらに 1D6 点入ります。4点、以上。13点。あれ、カンストしちゃうよ。いや、上限99なんで。ああ、強くなった。強くなったな。ちょっと人間として一回り成長したな。そうだ、最大値がじゃあ増えるってことか。そうですね、まあ、あの産地って初期値が65なだけで最大値は99なんですよ。そっかそっか、13だから、うん、69。あとね、タブーが生き残ってた場合は 1D20 の回復しますね、タブーの人は。タブーはゴリゴリ減るんで。そうだよな。一回振ってみよう、 1D20。 20出ろ。10。あー、期待値じゃ回復。ありがとうな、よし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 。多分マジでね、多分三上ひとみよしよしとかされたこと人生で一度もないよ。いやいや、ないでしょう。あの、美味しいものを、そう、あの、美味しいもので何にも浮かばないってロールプレイもしてたしね。そう、だから私が作るよって言っちゃったよ。うん。好きなものってやれても困ってたから、正直困ってた。うん。美味しいもの食べたことないからね。うん。美味しいって感覚も知らないんだけど。そう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 。多分知らないね。いや、美味しくないはわかるけど、美味しいはわからないと思う。うん。よしよし、いっぱいしたわ。話は尽きないな。尽きない。終わってからもだいぶ話してる。深瀬、昨日3時前ぐらいまで私深瀬書いてて。深瀬書いてて、なるほど。私が、あの、書かせてもらって。うん。ちょっと、もう、
いやじゃあ俺最後の落ちるとこ書いてもらおうかな。ああもうなんかなんだろう、こう、あの、四角の、こう、画面を、こう、斜めにぶった切って、こう、右側に、はしごに登っている、はしごに登ってる、スメラギと、左下の方に落ちてる、深瀬って感じで、こう、なんか、対比みたいなやつ。二人ともちょっと笑顔なやつ。そう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 。うん、上に登っていく、スメラギと、下に落ちていく、深瀬っていう、この構図は。で、タブーのさ、横に、こう、うん、深瀬ね。深瀬の幻影みたいなやつ。幻影みたいな。あ良すぎ、また書いちゃうよ、もう終わらない終わらない。これロストしたキャラって、うん、どう扱ったらいいんですか。いや死亡消滅、うん、なんかその死亡を消滅させるなんか証明みたいな、証明タグに書けばいいか。タグってかメモのとこに書いとけば、メモに。から仕事削除してもいいよ。いやだーやだメモのとこに何月何日解体、うん、解体ロスト、ロスト。あーでもロストも美味しいからこのシナリオは好き。うん、ロスト率高いけど、こういう書き方しようかな。9月、解体、解体で未来に託したみたいな書き方しとく。オホーツク、オホーツク海の底に眠る眠りました、眠りましたね、うん、もうなんかもうテトメトさんがパパ、パパどういうこと TRPG のパパ、 のパパ、あーまあね、あの TRPG は最初に回してもらった GM のことを親だと思い込む習性があるらしいんで、うん、レイヤーはいやー4回目とか5回目だったはずだけど、もうペトメトさんがパパパパです、うん、NPC のセリフなんかほぼ書いてないから、喋らなかったら本当何も喋んないからね、うん、三上ひとみなんかマジでセリフほぼないからね、あの一番最初に起きた時にちょっと喋ることぐらいしかセリフ書いてないから、うんうんうん、私三上ひとみって言うんだけど、あなたたちは、ああそうアコモなんですよ実は。あの懐中電灯を見つけたのはピット機関でってやつなんですけど、うん、地面に立ってるの見えないけど見つけたのピット機関だし、ああ一番最初に起きた時に、えたたたた、ここはどこ、 あなたたちはみたいな声を上げてて、ああ見えてる、そう、この場に複数人人がいることが分かってるんですよ、その時点で。すげえ。他の人は何も見えてなかった。サーモグラフィーで見てたんですよ。っていうところもあったりとか。なるほど。わあ。実はちょいちょい怪しかったりした。そうなんですよ。聞いてくださいよ。はい、これあの全然関係ない話するんですけど、うん、はい、違う卓やった時に。あのアルビノのキャラを連れてきた人がいたんですよ、うんうんうん、髪が白で瞳が赤、うん、相手の目の色が分かんない、あーあわあ、それ白目に見えてるってこと、どういうことなんだ、多分目に色がないように見えるんだと思うんですけど、なんかぽっくり黒色で穴開いてるみたいな感じだな、そうそうそう、あ俺のこの目がみたいなこと、しかもそいつがそんなこと言うんすよ、うん、目の色分かんねえあれがね、なんかね、無駄にエモくてね、好きだった。うわー、何にも知らないと思うんだけど。なるほど。わ、しっかりちゃんと見える色で持ってきちゃったね。うん、よかったよかった。今回見えてよかった。髪色赤とかだったらどうしようかと思う。いやー、今回ファンブル出さなかったですね、私。出さなかったっけ？出したかな？出したような。出したっけ？どうだっけ？忘れちゃった。出したんだっけな、まあ、そんな致命的なところでは出してなかったね、気がする。うん。なんかいいとこでも悪いとこでも別になんか、クリティカルもファンブルも今回あんま出してない。まあね。なんか安定してなんか失敗だったような記憶はある。うん、生き残ったから。ね。いやでも女優ならね、ちゃんと大事なところやってたから。そうそうそう。あの、
エンディングに入ってから、あのエンディング？クライマックスに入ってから失敗は一回もしてないような気がする。してないなぁ。ねえ。ちゃんと全部決めてたような気がする。まあ、幸運判定とかはあれはちょっとあれだけど。マイナス補正やるのを除けばね。あ、じゃあ3チェックにファンブルしてたような気がする。そうだ、3チェックにファンブルしたんだ。そっかそっか。いや、三上さんの、あの跳躍やばかったやろ。やばかったよな。あれ、鳥肌もんだよな。机叩くわ、そりゃ。叩くわ。25% やぞ。普通、行かねえよ。行かないけど、だって、スメラギが呼ぶんだもん。おいでって言うから。そう。で、決意固めていけばちゃんと飛べるっていう、すごい。あそこ、できすぎてるよ。なんか6とか7とかで成功してたような気がする。うん、めっちゃ低いレベルで行ってた。うわ、行ったバーンってつけたね。うわぁ。6だ。エモかったなぁ。エモかったぁ。エモだったなぁ。いやこれ。おぉ、びっくりした。何クリティカルしてるんですか。背景にバラが、オーラが出る。ああ。でも美貌を使う場面なかったな。そうだね。拳銃撃ってみよう。そこでかい。もう終わったよ。終わったんだよ。私もなんかやっとくか。拳銃撃っちゃった。あ、一応成功してるわ。よかった。じゃあ瞳の幸運判定でもしよう。あ、失敗した。ああ。あ、でもマイナス20されたままや。まあね。三上瞳の幸運を使うときってマイナス20のときしかないから。あ、いやでも発狂し、いや精神分析多分あんま意味ないんだろうな。うん。一応精神分析持ってきてたんですけど私。うん。多分その自我を失ったタブーにやってもあんま。それは意味ないね。ないですよね。うん。いや。そういう問題じゃないからね。そうそうそう、だから。あの変身解除してからだったら意味あると思うけど。まずは変身を解除しないことにはニッチもサッチも。うん。うわ。じゃあ夜も遅いし今日はこの辺にしますか。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ニコラ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また次回よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、ではでは。はあ、お疲れ。お疲れ。ありがとね。ありがとな。うん。また。また。